はい、皆さん、こんばんは。今日プロ YouTuber の勝っぱです。ARC132 を、えー、実況していきたいなと思います、えー。年の瀬の挨拶を終えてコンテストと書いてありますが、えー、これは嘘で、明日もあさっても忘年会です。はい、年の瀬の挨拶はね、まだまだ続きます。じゃあ、えー、6問ありますから、えー、っと、AB は同じ動画にして、CDF は、まあ、可能な限り1問ずつ動画にしていきます。では、A 問題。パーミューテーショングリッド。 1>, えー、1から n の順列 r1...rn と c1...cn が与えられます。えー、あなたは n 横 n 行、あ縦 n 行横 n 列からなるマス目を次の条件を満たすように白か黒で塗ります。各 i について上から i 行目の黒マスの数は ri 個、各 j について左から j 列目の黒マスの数はちょうど cj 個です。で、まあそういう塗り方がちょうど1通りあることが分かってますと。あまあそういう制約だよと。 はい。で、えっ、ー、と、9個のクエリが与えられるから、えー、各 i コール1から9について、上から ri 行目、えー、左から、c、i 列目にあるマスの色が黒であれば、シャープ白であれば、ドットを出力してください。だそうです。はい。あ、1位に定まるんですね。はいはい。了解です。で、r とか c はめっちゃでかい、n、まあ、がでかいんですね。 はいはい。だから、いちいち構成したやつを出力させると、何ていうか、出力するスペースがないから、クエリとして聞いてるわけですね。はい。まあちょうど一通りって言ってるんで、そんなつもりでどんどん性質を見ていきましょう。ぱっとわかんないですよね。えっ、ー、と、まあ1から n の順列じゃないですか。まあ1から n の順列って言われても、これ、こう、列スワップしたり、行スワップしたりすれば、えっ、ー、と、こう、こうなりますよね。こうなるっていうのは、えっ、ー、と、結局、順列じゃないと思っていいはずです。 てんてんてん n と。こんな感じですね。1、2、3、n のところは全部塗りますから、OK ですね。はい、はいはいはい。で、これをすると、なんとあ、n は完了しました。で、1も完了してますね。やったーということあ。で、しかも何が起きるかというと、ここは、あと、1、2、3、4、5、てんてんてん n 引く2個入れてくださいってなると。ここも同様です。1、2、3、てんてんてん n 引く2ってなりますね。 ってことは、また、このちっちゃい四角で同じことをすればいいですね。ことは、なんかこうやってで、こうやってっていうふうにしていけばいいんでしょうね。こう。だから、つ、つまり、つまるところ、え、n 個 n 引く1個 n 引く2個点点点ってやっていけばいいです。で、ここが塗られている条件っていうのは、まあ、なんかここより右下みたいな感じだから、と、 これあれかな ?i たす j が n たす1より大きければいいのかなそんな気がしますよね。ここはちょうど n たす1です。で、どんどん 2n まで行きます。ここは n く2たす2はあ,あ、じゃあ n く1か。もともとは n く1たす2は n たす1ですね。で、は、まあ、こっち増えるだけで。こっちは減るだけで一方だから、えっと、i たす j が n たす1より大きければいいです。なので、今回は ri, cj で分かれてますから ri たす cj ダイナリーイコール n プラス1なら置いてください。なら、 A シャープえ、sharp. え、以外、これ else ですね。else. です。はい、じゃあ、それをやっていきましょう。a.py.n ときもらいます。n は int の input.r は map の int の input.split のリストだよってね。で、s も、あ、c も同様だよってやって。で、0インデックス、1インデックスがめんどくさいんですが。あ、まあいいや。これはよくて。 9をもらいます。で、9回クエリに答えますと。えっと、4何とかに連時給して、R と C をもらいます。こうですね。で、この時に0インデックスに戻してあげればいいでしょう。で、IfR if かっこ R たす C かっこ C が何ですか ?N プラス1両以上ならば、プリント、シャープ、シャープ、シャープだっけうん。それシャープ。あー、これ1。1列にバーって。 なるのか。だから、アンサー。別にそうじゃなくても、答えあ、合ってることにしてくれると思うけど、まあ、アンサーは、こうしといて。とアンフルトアペンド、こうして、エルス、アンフルトアペンド、点ってやって、ね、プリント、アンサーをくっつけたやつですね。カラ文字ルスとジョインアンスです。さあ、どうでしょうかパッション 3A. パイ。ウェイ。これは、入力ーレーシャルと、A、シャープ、テンシャープ、テンシャープ、テンと、シャープ。はいはいはい。 あ,あ、これしかないんですね。clip.exe.ai って、py パイヨってやってあげて、はい。今回はね、なんか強プロ的でしたね。強プロ的というのは、なんかこの問題を思いつくのは大変だと思うんですけど、あのもう1位ですよって言われたら、そうなんだと思って、決まるところから順番に決めていったら、あ,あ、本当に1位だったっていう感じになりましたよね。これだいぶその問題を信じるみたいな力が問われてます。まあ問題が信じれるときにの振る舞いみたいなのがそう、うまく振る舞えるかが問われてましたね。 はい。じゃあ次、B 問題です。シフトリバース。1から N の順列、P1 から PN が与えられますと。この順列に対して、以下の操作を好きな順で何度でも行います、えー。全体をひっくり返す。あそうですね。で、あと、先頭の項をに移動させる。シフトですね。P1 を一番後ろに持っていくと。はい。で、 順列を標準に並び替えるのに必要な操作回数の最小値を求めてください。ただし、与えられる入力について、これらの操作によって順列を標準に並び替えられることが保証されています。うーん、なるほど。んー、これ、そうなんだ。並び替えられるんですね。なんか意外じゃないですかえっと、まあ、なんかこう、ぐるって回ってて、ここに p1,p2,p3, p4, 点々点々点々、pn があるとしましょう。で、えー、シフトでできるのは、なんか、右に1個回転させる、逆かな左に1個回転させるやつですね。はい。で、ス,スワップだけローティーとリバース。リバースね。リバースでできるのは、何かっていうと、このネックレスを反対向きにすることですね。点々点の pn と。 はい。だから、リバースだけだと、隣り合うもの同士の代表関係っていうのは、まあ、ひっくり返るけど、まあ、再して変わらないし、シフトだけだともちろんあんまり変わらないんだけど、まあ、ここをね、ここをまたぐときにいろいろ話が変わってくるということで、こういう、まあ、一見一個だけだと何の役にも立たないような操作は、二つくっつけるとどうにかなると思うので、なんかこう、スワップみたいなことができないかなって見てみるわけですね。で、えー、じゃあ一回シフトして、リバースしてみますか。で、これすると、 これと1個が、はい、こうなりますよね。1回シフトすると。で、リバースすると、こうなってこうなるから。えー、すると、ここだけをリバースしたのと同じですね。こういうのが、こうなって、こうなってますから。はい。シフトリバースすると、えー、この、右を、えー、先頭以外をひっくり返すことができます。はい。で、えー、リバースシフトしてみるとどうなる リバース、エンドシフト。はい。これすると、えー、シフトされる値を考えると、こうなってますよね。こういうのがあって、シフトしまし、あ、リバースしました。で、もう一回シフトすると、こうですね。はい。だから、まあ、シフトリバースとか、リバースシフトをすると、まあ、リバースする区間をちょっと、こっちゃう、チェッできるという感じかな。はい。 ちなみにシフトシフトリバースは SSR としましょう。シフトシフトリバース。すると、こういうのが、まあシフトシフトでこうなりますよね。A, B, チョンが、チョン A, B になります。で、ひっくり返すと B, A, グーンとなりますね。ああ、だからこれは、シフトを警戒した後にリバース一回すると、この稽古と、この N 引く稽古がありますと。 こうなってるんだけど、シフトするとこうずれますよね、はい。で、それをリバースすると、こことここを共にひっくり返すみたいな操作になります。はい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 。で、まずリバースって2回する必要はないんですよね。リバースリバースって何もしないのと同じだから、リバースは基本的に連続しないです。だから、 こういうのの塊に分解できるわけですよね。すべての操作は。SKR、まあ、K は1以上。最初だけリバースがあってもいいけど、まあ、ここにリバースがあるかもしれない。で、あとは SKR が何回もある。で、最後に SK。S がいくつかあるかもわかんないみたいな感じですよね。で、てなると、えっ、ー、と、こことここをひっくり返すみたいなのを何回もやるみたいになります。いいのか、それで。なんか、 なんかそれ怖いな。いやこれ、これだけだとまだなんか便利じゃないんですよね。やっぱスワップがしたいじゃないですか。しかも最小値であることを証明したいので、なんかいい性質があってほしいです。ええー、と、そうですね。リバースしてから、リバースしてから SK も、まあ、多分同じなんですよね。これ多分順番が変わるだけで、リバースしてから S を警戒を行うのも、 うんと、これは、稽古と n- 稽古に分けますと。で、リバースしました。これがひっくり返りました。稽古のサイドと n- 稽古のやつ。で、シフト警戒すると n、n- 稽古がひっくり返って、稽古がひっくり返っていますと。あだからこれ見ると、これ見ると何 ?skr イコール r の s の n-k ですよね。 だから S は連続して2分の N 個より多くはな、学ば、並ばないってことが分かりました。だからなんだって話なんですが。はい。えー、そこですね。ああ、そうか。そういうことか。えー。まあそう、そういうことだそうです。で、うん。まあ、それはいいんですが、結局いろいろ並び替えたいんですよ。で、任意の並び替えができるってことは、まあ、ある2点のスワップができるってことなんですよね。 うん。これが2、2の2点のスワップができればもちろん並び替えできるし、並び替えができるってことは2の2点のスワップもできるからとりあえずこれなんですけど、これができることを示したくて、えー、っと、うんどうしようかなこれ、ある2点をスワップしたかったら、これと、 まあこんな感じになってると思うんですけど、ここをスワップして、ここをスワップすればいい、ああリバースすればいいので、えーっと、ここスワップは、なんでしょうね、えーっと、 うんこれのスワ、まずなんかここをスワップして、するとなんか、これ、これ、これがあるじゃないですか。まずここでスワップすると、これ、これ、これになりますよね。嫌ですね。嫌なので、一回シフトしときましょう。 これを何回かシフトすると、先頭と、まあ、それ以外の部分に変わります。で、まずここを、さっきの要領でリバースしてあげると、まあ、これが、こうなりますと。で、その後、ああ、だからこれもね、えー、っと、A、B にしときましょうか。で、ここが、ひっくり返るので、 B、こう、A になりますよね、はい。で、1回シフトして、A、を B になるから、今度はどこでシフトするんですかここでシフトしちゃうとダメなんだよね。えっ、ー、と、そっか、あれこれどうするんだろう。うーん。 なんか意外と手間かかりますね。もっとスマートにできるのかなえっ、ー、と、えちょんと、こういうのになって、あ、違うわ。こういうのになると。これこれでこれこれね。はい、ここピッてきたときね。 で、えー、その場合に、うんんそっか、どうするんだろう。わからなかった。ちょっとは、わからなかったので、一回リセットして、うーんーとね、まあ、1から順番に正しい場合に突っ込んでいきますが、えー、っと、等位 シフ,トローテシフトローテーションだよね。もうさっき、まあ大事な考察は R の形状 S とか、あ、違う違う、S の形状 R とかで嬉しいよって話だよね。S の形状 R すると、なんか稽古と N 引く稽古があって、それぞれをひっくり返した感じになるよっていうやつです。 はい。えので、逆算していく、まあ、まず1を持ってくるのは簡単ですよね。1を持ってきます。一のある場所がここに来るようにこうシフトとかしてあげればよくて。あ、ちょっと待ってよ。えっと、一 1>, 1をまず持っていきましょう。で、2ここにあったら、1回シフトして、繰り返すと、2が近づいたり、遠ざかったりすると。うーんと、シフト、シフトを。 ああ、だから、これ、これって、この左稽古と右へ引く稽古をひっくり返す操作って何が嬉しいかというと、何が嬉しいんだこうだよね。出会うはずのなかった二人が出会う感じはあんまりないんですよ、これ実は。逆順になってるだけだもんな。 ん本当にこれあれ、ね、先頭の項をまつりに持ってくるのと、リバース。うん。もう一回、もう一回ちょっと考えてみますね。S、S 警戒して R すると、ここにある稽古と、ここにあるように引く稽古が、こうひっくり返します。自分はたまたまね。はい。で、リバースを行うと、 稽古の部分が逆向きになって、これます。n 引く稽古の人も逆向きになって置かれます。これ別にそんな嬉しくない気がしたな。えーうん、で、ここら辺のつながりはま、変わんなくて、こことここが出会ったのが嬉しいみたいな感じか。 だからそういう感じにしていかないといけないのかな。でもそれってね、あれなのよ。う、あのー、だからシフトしていく中でもともと同じところに隣り合って、まあ、ま、まるだと思うと基本隣り合ってた人が隣り合っただけだから、うん、ちょっとなんか、313には、 313には、まあ、それはこことここをひっくり返せばいいから、ま、なんか2になるんだけど。うん、えなんか、すごく自明なケースしか書いてないから嫌だな。234567891。うん。なんか、もうちょっと難しいケース書いてないかな。これもそもそも全部。あ、ちょっと待てよ。与えられる入力についてか。あ、なにこれは意や入力。 いできるわけじゃないのね与えられる入力について、これらの操作によって順列並びえが保証されていますかやられた。やられました。はい、ということなので、だから、そっか、だから、実はネックレスだと思うと、これはくるくる回してるのとここでくるって、左右反転してることしかやってないから、そもそも順番は変わりません。だから、与えられるのは順列です。以上です。 で、順列だから、あ、順列で与えられるのは、こうなんかシフトだけで動きます。だから基本シフトを警戒するか、もしくは、なんかリバース一回してからシフトするかしかないですね。で、さっきの考察から、なんかシフト、えー、シフト KR はなんか R、シフト K 引く、N 引く K と同じとかがあったりして、えっ、ー、と、まあ、S が、たくさん並ぶことはないと。ま、R、R、 R ね、結あ、そっか、だから、こういう、ね、1うんたらかんたら N とかになってるか、1うんたらかんたら N になってるか、どっちかですね。はい。で、こっちの場合は R は奇数回やる必要がありますでこっちは R は偶数回です。で、えっ、ー、と、まあ、R 偶数回なもどうせ RSKR r s RS でしょうね。で、奇数回の時っていうのは、えーっと、 SKR か、まぁ、あ、RSK かどっちかでしょ SKR、SK ってあるそんなことあるのかなあ、まぁ、あ、AB かなこれって SA、SN-A、R とかにして、SNR に,に, SN になって、これ R やんなのかっていう。SN-A-BR になって、N-A-B か。だからこれ B-A、A R なり A、A たす、A ひく B、S、R とかになるから、どちらかとこっちの方が節約できてるはずなので、R は最後に1回か最初に1回かですね。で、偶数の場合は何万円ないか、2回やるかどっちかだと思うので、ただからこのパターンやればいいんじゃないですか。うんと、偶数の場合、R、S、R、K、R は、ま、S、K。 奇数の場合は rsk は skr。はい。で、これはね、1の場所と n の場所分かればいいので、それをまず求めましょう。npos は、あれで a はリストの、マップの、イントの、んうスプリット。npos は a.indexn。 でわあ、ポスオブポス一ポスエヌ、ポス一ワイドとインデックス一、はい、オッケー、オッケーで、まずえっ、ー、と、if ポスワンエヌプラス一パーセントエヌイコールイコールポスエヌ、まあつまり順番が正だったら、順番が正しかったらだよね、あじゃじゃポスポスエヌの次がポス一だったらってこと、順番が正しかったら あ基本シフトだけでいけます。だから、アンスは、まずアンサイコール、なんか、プラスとかにしといて、アンスイコール、まず何個シフトしなきゃいけないですかなんだけど、これは N、N の人を N 場面のところに持っていけばいいから、ポ、え、ス、っと、N、プラス1ですね。If、ポス1、あ、ポス N、ポッドイコール N-1、1 アンスイコールポスエルタス1、エビス、えっと、アンスイコール0。もう0、ロです。こういうのこの場合は。はい。で、それ以外の、あ,あ、で、そうですね。で、その後、えっ、ー、と、リバース、リバースするときのこと考えるんで、リバースしてから、スケーしてリバースすると、1、n、こんな感じ。あ、逆逆。1、ギューン、ちゃう,う,う,うね。 1, 1ギュー、疑ン n ですよね。で、えっ、ー、と、リバースすると、1、n、疑ンになって、何回かシフトして、n、1、こういう状態にして、リバースすれば完成だから、この状態に持っていけばいいと。で、リバース、これ2、リバース2回なんでとりあえず2が指されるとして、この状態を、これにするには、 どうすればいいかというと、n、反対側に行きますと、n の人が反対側に来るので、0の人が n-1 に来るから、と、opposit n は n-1 引く押す n ですね。で、孤立が、えっ、ー、と、0番目に来ればいいので、ans は m i n a n s と、えっ、ー、と、opposit n プラス2です。はい。n は大文字ね。 ちょっと、表記入れてるけど。はい。で、e l s えっと、if posn not equal, ちぇ、そうじゃない場合は、一回なんかするので、一回 r するパターンを考えましょう。えっと、一回 r pos、pos, えっと、今、n1, ちぇ、ち一ギぎンん、n になってるわけですね。一回先にリバースすると、n の場所が分かって、 はいはい。だから、リバース先の場合は、RS の場合は、えー、っと、N の反対側の場所、えー、っと、あ、てか、オポジット N、それつこれです。オポジット N をやって、RS は、オポジット N 持ってきた後に、プラス1回か。で、さらに2回、プラス2、リバースが1回分つくから、こうですね。 で、そうじゃない場合、先にやってからリバースする場合は、えっ、ー、と、これの n を、じゃあ、これの n をここに持ってくるから、n ポスですね。えっ、ー、と、sr の場合は、ポス n たす1です。ポス n 持ってきた後に一回リバースするから、ポス n の n は、ポス n はこうか。はい。で、アンスは min, r, デザル。で、プリントアン、アはい。これかな。はい。じゃあ、やっていきまーし,しょう。 こうね。これはこう。あってるね。これは合ってる。はい。じゃあ、これを出していきましょう。うん。なんか、ミス、ミスったな。何をミスったかっていうと、えっ、ー、と、全部できるものだと思ってた。先ほどの問題は、あの、必ず1個存在するっていうのがあったから、それを信じてたんですけど、今回は、ま、ちゃんと読まなかったのが悪いんですけど、まだ全部のパターンは相当できるんだって思っちゃって、失敗しましたね。はい。 怪しでした。ありがとうございます。ちょっと時間食っちゃったかな ?25 分くらいかかってるまあ、いいでしょう。この後 CDEF は別の動画にしまーす。お楽しみに。